10月26日、27日の2日間、堂島リバーフォーラムでクリエイティブインダストリーショーケースイン関西、クリス関西の事業の一つである大阪創造取引所2010が開催されました。クリス関西は近畿経済産業局が策定した関西メガリージョン活性化構想のアクションプランの一つであり、複数のイベントを一定期間に開催することでクリエイティブビジネスの新たな市場形成を進めるための事業です。大阪創造取引所2010では116の企業団体等の出展があり、2日間で2965人の来場がありました。今年新たに創設された大阪創造取引所アワードでは、オリジナルのフォントを低価格で作成するスキルインフォメーションズ株式会社、地図などを高精細なデジタル画像として取り扱うコンテンツ株式会社、サイエンス映像制作等を行う株式会社 Zoomsが受賞しました。また優秀なコンテンツの海外展開支援を行うプラットフォームの構築支援も新たに実施されました。映像に関して今回、こういう創造取引所コンテンツワールドエージェンシーというものを設立しまして、ここで関西圏の独立系の制作会社さんが制作した映像を集めて、それをですね、このワールドエージェンシーの名前で、アジア、シンガポールで行われるアジアテレビジョンフォーラムという映像の展示会、それから香港フィルマートという映像の展示会、こちらの方に出展をするという形でございます。このほか大ヒットのネジザウルスについての公開ミーティングや、クリエイターの創業支援などを行うメビック扇町などの出展が行われました。またバイヤーズサロンでは多数の商談が行われていました。近畿経済産業局では今後もクリエイティブビジネス活性化への取り組みを支援してまいります。